レバンテ・ウニオン・デポルティーボは、バレンシア州バレンシア県バレンシアに、本拠地を置くスペインのサッカークラブチーム。2020から21は、プリメーラ・ディビシオンに所属する。1932年のレバンテ対バレンシア CF1909 年、ラ・マルバ・リョーサのレバンテ海岸から名を取り、レバンテ FC として設立された。レバンテ FC は、 バレンシアのサッカークラブの草分け的存在の一つである。現在のローカルライバルであるバレンシア CF はまだ誕生していなかったが、バレンシアではカバニャル FC が1903年から活動していた。グラウンド所有者である香水業者の計画で造船所近くのラプアトゥヘタでカバニャル FC との初試合が行われた。次に使われたグラウンドも湾外区域で、 クラブは徐々に労働者階級と結びつけられて考えられるようになっていった。1919年には同年に設立されたバレンシア CF と初対戦し0から1で敗れた。この試合はアルヒロス地区に完成した新しいグラウンドのお披露目試合であった。1928年にはバレンシア州選手権で初優勝し、クラブ初のタイトルを獲得した。 パトロナートでラフベント・オブレラ、ウニベルシタリオ FC としてプレーしていたクラブが、改名し、1909年には、ヒムナスティコ FC が誕生した。スペイン国王のアルフォンソ13世の庇護を受け、1920年までに、レアルヒムナスティコ CF と改名した。ヒムナスティコは1920年に、バレンシア州選手権で決勝に進出したが、決勝は試合そのものが行われなかった。 1931年にはスペイン第二共和制が成立し、クラブ名称からレアルの単語が抜け落ちた。1934から35シーズンのセグンダ、ディビシオンは10チームから24チームに拡大され、レバンテ FC とヒムナスティコは揃ってデビューした。1935年、レバンテ FC はバレンシア州、ムルシア州、アンダルシア州のチームが集って行われた。 レバンテ海岸選手権で優勝した。さらにコパデルレーでは、バレンシア CF と FC、バルセロナを相次いで破って、準決勝に進出したが、準優勝した CE、サバデルに敗れた。スペイン内戦中、レバンテ FC とヒムナスティコは、メディテラニアンリーグに参加し、それぞれ5位と6位であった。このリーグに参加したチームは、コパデラエスパーニャリブレにも参戦した。この大会は、 リーグの上位4クラブが参加するように意図されたものであったが FC バルセロナがメキシコとアメリカ遠征に出発したため結果としてレバンテ FC が代わりに出場することになった。準決勝はレバンテ FC とバレンシア CF とで行われ1937年7月18日にモンジュイックで行われたバレンシアダービーはバレンシア CF の勝利に終わった。 スペイン内戦中に、レバンテ FC のグラウンドが破壊されたが、選手たちは無傷で残った。それと対照的に、ヒムナスティコは、グラウンドは無事であったが、選手の多くを失った。この結果、レバンテ FC とヒムナスティコの2クラブは1939年に合併し、ドレバンテイコールヒムナスティコとして、再出発を切った。合併の2年後には、ヒムナスティコの名を外して、 レバンテドと名を変え、ホームのユニフォームカラーには、アルスグラーナと呼ばれる、ヒムナスティコのカラーが使用された。この名称とユニフォームカラーは、現在も変わらず残っており、アウェーのユニフォームカラーには、レバンテ FC が当初使用していた白と黒が使われている。プリメーラディビシオンへの昇格は1960年代まで待たねばならなかった。1962から63シーズンは、 西軍ダディビジオンのグループに2位で終え、昇格プレイオフではデポルティーボラ・コルーニャを2試合合計4の2で破って、初のプリメーラディビジオン昇格を決めた。1963から64シーズンは、ライバルのバレンシア CF に2試合とも勝利し、10位で初のシーズンを終えた。1964から65シーズンは、FC バルセロナに、 ホームでこの位と対象したが、リーグ戦14位となり、小攻殻プレイオフで CD マラガに敗れて、セグ軍ダ・ディビシオン降格となった。1965から66シーズンから約40年間は、セグ軍ダ・ディビシオンか、テルセーラ・ディビシオン、または、セグ軍ダ・ディビシオン B で過ごし、この間に、セグ軍ダ・ディビシオン B で3回、テルセーラ・ディビシオンで1回優勝した。 2003から04シーズンにはセグンダディビシオンで優勝し49年ぶりのプリメーラディビシオン昇格を果たしたが1シーズンでセグンダディビシオン降格となった2005から06シーズンは3位となりプリメーラディビシオンに最初を獲した2006から07シーズンのホームでのバレンシアダービーはリガムスタファノに得点やサルババジェスタとローランクルトワの 得点で4から2と解消した。2007から08シーズンは開幕から低迷し、7節終了後にアベル・レシーの監督を解任したが、開幕十戦で1分9敗というありさまであった。2008年1月には、経営難による給料未払いが発覚し、同月の移籍期間には、サビオ、クリスティアン・リガのマルコ・ストラーリなど主力後選手が放出された。選手たちは、 給料未払いの一点について抗議し、デポルティーボラ・コルーニャ戦の試合開始直後には、レアル・マドリード戦後にもストライキの可能性を示唆したが、結局ストライキは行われず、さらなる株リーグへの降格処分も免れた。2節から再開を動かず、4試合を残して、セグンダ降格が決まった。2008から09シーズンは、セグンダでも最低クラスの年間予算700万ユーロで、 あったが2008年夏に就任したルイス・ガルシア・プラサ監督は旧大点の8位に導いた。2009年春には会社倒産法を適用して経営再建に踏み出し、クラブ創設100周年の2009から10シーズンには2010年6月13日の CD カステリオン戦に勝利してプリメーラ・ディビシオン昇格を決めた。 最終節は、レアールベティスに0から4で大敗したが、ベティスは、レバンテドと、同化地点の4位に終わっている。2010から11シーズン中には8戦、連続無敗という、プリメーラーでのクラブ記録を打ち立て、AS のフェリペカイセドの活躍などもあって14位で、残留を果たした。21節から32節までの12試合は8勝3分1敗で、勝ち点27を稼ぎ、 この期間に限れば FC バルセロナに次ぐ成績を残している。2011から12シーズンはクラブの総予算がプリメーラ最小の2100万ユーロであり選手年俸の総額が約800万ユーロという定額であった。フアン・イグナシオ・マルティネス監督はキーパーのグスタボ・ムルはディフェンスのハビ・ベンタやセルヒオ・バジェステロスアタッカーのフアンルなど30代のベテラン選手を チームの中心に据え、前任のルイス・ガルシア監督が目指した、堅守速攻のスタイルを完成させた。2011年9月19日、ホームのシウタットでバレンシアでレアル・マドリードから勝利を挙げると、10月2日には、レアル・ベティスに勝利して、クラブ史上初となる首位に浮上し、10月23日には、ビジャレアル・ c f を3 0で勝利して、単独首位に立った。また、 発節のマラが CF 戦では、先発11人中9人が30代であり、平均年齢31.45歳は、リーガエスパニョーラの先発メンバーにおける、最高齢記録を更新した。その後、9試合未勝利という期間もあったが、最終的には6位で、リーグ戦を終え、クラブ史上初めて UEFA、ヨーロッパリーグ出場計を獲得した。2012から2013シーズンは、 初参戦した UEFA ヨーロッパリーグでベスト16に進むなどの結果を残したがリーグ戦では11位に終わり2年連続の UEFA ヨーロッパリーグ出場は逃したものの残留となった2013から14シーズンは政治異形であったムヌアが移籍しながらも後釜のケイロルナバスがリーグ最多セーブを記録してそのシーズンのスペインプロリーグ機構のリーグ 最優秀 GK に選出される活躍を見せ、近年で最小の失点43という成績により10位で終えた。しかし2014から2015シーズンは、監督であったホワキン・カパロスの退任に加え、前年の立役者であったナバスも移籍したため、序盤は広角圏に沈むなど低迷するも、2014年10月に、昇平された、元倉なだ CF 監督のルーカス・アルカラスがチームを、 立て直し最終的に14位で残留を果たした。そして2015から2016シーズンは、序盤から回に沈み、2015年10月に、前年の残留の立役者であった、アルカラス監督を解任して、ルビシン監督に立て直しを託したものの一度も、広角圏から抜け出せず、2016年5月2日の、第36節の対マラガシ F 戦に敗れると、 降格権である18位以下でシーズンを終えることが確定し、2009から2010シーズン以来、7シーズンぶりのセグンダ降格が決定した。2015から16シーズン、リーグ最終節マラガ戦に敗れ、リーグ最下位とセグンダディビシオン降格が決まった。しかし、降格した2016から17シーズンに、セグンダ優勝を果たし、1年でプリメーラ復帰が確定した。 2017から18シーズンは、シーズン早々に、プリメーラ残留を決め、5月13日の FC、バルセロナ戦では、エマニュエル・ボアテングのキャリア初ハットトリックなどによって、5から4で、大金制を上げた。これにより、バルセロナは、リーグ無敗記録が途絶え、無敗優勝は叶わなかった。同じくバレンシアに、本拠地を置く、バレンシア CF との試合は、 バレンシアダービーとして盛り上がる。20世紀初頭には、スペインサッカーリーグが創設されたことで、同じカテゴリーでの試合がほとんど行われなくなり、両クラブ間での対戦は減少した。しかし、21世紀に入ってからは、レバンテが力をつけ始めていき、同カテゴリーでの試合が増えた。レバンテは、バレンシアニスタを、ちょっとすと軽蔑の意を込めて呼んでいる。また、エルチェ CF。 エルクレス CF とも強いライバル関係を持っている。また、オランダのサッカークラブ FC トゥーエンテとも、非公式ではあるが、サポーター同士のつながりがある。きっかけは2012から13シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグで対戦したことだった。2014年2月には、レバンテのあるサポーターが亡くなった時、トゥーエンテサポーターが、ホームスタジアムに亡くなったサポーターに向けての、 横弾幕を掲げ、哀悼の意を示した。試合開始前の11人2シーズン、セグンダ・ディビシオン5シーズン、テルセーラ・ディビシオン2シーズン、セグンダ・ディビシオン5シーズン、テルセーラ・ディビシオン14シーズン、プリメーラ・ディビシオン38シーズン、セグンダ・ディビシオン12シーズン、セグンダ・ディビシオン B16 シーズン、テルセーラ・ディビシオン1シーズン、 ディビシオネスレヒオナレス2021年2月6日現在、カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。詳細は、アトレティコレバンテド参照インアウト詳細は、カテゴリー、レバンテドの選手を参照レバンテ在籍中フ、FIFA フワールドカップに臨む、各国代表に招集、出場した選手。カッコ内は、出場大会。 ありがとうございます。